女性側それとも岸和田市長側がどっちが正しいことを言ってるかわからない状態で報道していることについては問題があると思います。記者側はこの和解文を取り寄せたかのような質問をしているっていうのがすごく印象操作になっていると思います。テレビがまたやってるかもわかりませんのでご注意ください。これテレビ局またやってますね。昨夜僕ちょっとねこの岸和田市長がまあとてもやばいことをしているということをですね伝えたんですが、どっちが悪いかまだ どれが真実なのかまだもちろんわからないので、岸和田市長をその責めることも岸和田市長を擁護することもできないんですが、この女性弁護士2人が昨日会見、まあ昨日とかまあ昨日かおととい、まあ、会見をしてるんですね。で今分かった事実が一つありまして、この弁護士たちはその市長と和解をしてるんだけども、和解調書、まあ簡単に言えば和解調書って判決文と一緒なんですけども、和解調書を持ってるんだけども、その和解調書のまあ個人情報とかそういう色と隠すとこは隠したらいいと思うんですが、その和解調書自身を記者たちにも議会にも渡してないってことが分かったんですね。とすると、この人たちの口だけで言ったことを信用して今これねということですって止めてるんで、まるでうまく逃げてるんですが、これ大阪地方裁判所が言ったことをメディア、まあこれは MBS ですけど、確認してないですね。大阪地方裁判所が言ったということであれば、和解調書を見なきゃいけないんですが、和解調書のコピーも見ずに、長野市長が500万円の解決金を払ったとか言ってるんですよ。謝罪して。で、長野市長は女性には謝っていないし、500万円についても否定してるんですね。これだから言ってることめっちゃ食い違いがあるんですよ。でメディア側はこうやってまさに印象操作ですよね。まるでこの裁判所が、このように長野市長が誤って500万円を払うということで和解が成立したっていうことをメディアが言い切ってるんですが、これは女性のこの弁護士側の一方的な主張であって、この事件ちゃんと取材しないといけないっていうことが分かりました。もちろんこの2人が本当のことを言ってることは否定できません。その可能性はの方が高いです。むしろただこの二人がなぜ和解調書のコピー、その被害者の女性の名前、住所、こんなのを消すのは当然ですけども、どのような行為が行われたか、これも消していいと思うんですが、そもそも、この女性弁護士側は、この口外禁止条項っていうのがないって言ってるんですけども、それは和解文全部見てみないと、口外禁止条項がないっていうのは、確認取れませんよね。岸和田市長側は口外禁止条項があると言ってるんですね。まあ、あるかないかも言えないと言ってるのかな。で、裁判所は実はこの和解調書に関しては閲覧禁止をかけてるので見れないと。メディアも、市議会の方も見れてないんですね。この二人の言い分をそのまま信用してるということなので、うわぁ、ちょっと危ないですね。またメディアがやってるんじゃないかと。その、いわゆる市長に対して、岸和田市長に対して、取材をしてですね、完璧だという状態でアップするっていうか、その、放送するならわかりますが、これまだ意見が食い違っていてですね、女性側、それとも岸和田市長側がどっちが正しいことを言ってるかわからない状態で、報道してることについては問題があると思います。かつ僕も、昨夜このですね40分ぐらいのノーカットの取材を見たんですが、記者側はこの和解文を取り寄せたかのような質問をしているっていうのがすごく印象操作になっていると思います。ということでこの岸和田市長の性的関係をめぐる解決金500万円というのもまだ確定をしていませんので、この情報テレビがまたやってるかもわかりませんのでご注意ください。以上です。私が立候補しようとしているですね大阪府泉大津市のお隣、まあ、南側の隣の岸和田市の市長長野光平市長もうめちゃくちゃやばいねこの人。これはメディアが悪いんじゃなくて、もうこの市長もうやってることっていうか、もうこの取材に対してむちゃくちゃ
要は、まあ、刑事、まあ、女性にですね、まあ、この人まず結婚してます。結婚しててですね、女性が、強制わいせつと。これ、まあ、いわゆる、去年の7月から不同意性交罪っていうのがあるんですが、まあ、それよりも前だったので、強制わいせつで、まあ、被害届を出した。まあ、しかしながら、まあ、証拠がなかなかこれね、疑わしきは罰せずっていうところで、彼自身は犯罪者にはならなかったと。で一方でこれ刑事事件というのは 99.9% この人が犯罪をしたっていうね客観的な証拠がないと無理なんで、で、仕方がないのでこの被害女性はですね民事裁判をしたと。で民事裁判をした結果、この人が500万円、その女性に払うということで和解をしたと。で、その和解調書、和解調書というのは実は判決文と同じ効力がありまして、そこには彼が市長という立場を利用してですね、まあ、女性に対してそういった強要をですね、肉体関係の強要をしたというところで、じゃあ500万円をこの市長から被害女性に渡せという和解、まあ、和解と判決なんて一緒なんですよね、まあ、特に和解の場合彼はそれ納得してるんですよね。でこの人の怖いっていうか無能なところっていうのは、一生懸命これ取材の今17分間見たんですが、裁判の秘匿と和解調書の秘匿が全然分かってないんですよ。こういうね、女性のいわゆるその肉体関係というか、そういうですね、性的なことについては、裁判所も配慮してですね、被害女性の顔とか名前が分からないように、傍聴席からついたてをしてですね、パーティションを引いたりしてですね、中を見れないようにしたりとか、まあ、いわゆる弁論準備という形でですね、一般の人には見れないように非公開でやることが多いんですね。で、その非公開だったから今回の和解は、言っちゃいけないんだってことを一生懸命、まあ、彼なりの理屈を記者たちに言ってるんですが、もう裁判に詳しい僕からしたらもう何言ってるのこの人っていう話です。もう全くダメですね。もうこれはもう、岸和田の市長、この長野光平さん、もうすぐ辞めるでしょうね。これはもう本当に辞めざるを得ないですね。要は、刑事罰になってないけども、もう少なくとも女性は、まあだから今の、もし、去年の7月以降にやっていれば間違いなく逮捕されることをやっていると、まあ、有罪になることをやっているということがですね、裁判所の和解に、まあ、応じたというところでですね、ちょっと本当ひどいですね。これはもうさすがに裁判を知っている私がと彼の、まあ、と記者たちへの反論を聞いていると、この人は何かバレないと思って和解を選んだでしょうね。かなりバカですよ。もう、まあ、続けたとしても、それこそこの人も不信にやが出るんじゃないのかな。岸和田市、私が挑戦しようとしている泉大津市の隣なんですけども、岸和田市でも、まもなく選挙行われるでしょうね。まあ、この市長はさすがに辞めないといけない。ちなみに、大阪維新の会の所属の市長さんということになります。まあね、パワハラという意味ではさっきちょっと谷口さんの名前言ったんでちょっと言っときますけど、愛用市長の谷口さんね、 6期連続無投票ですよね。で彼はパワハラ昨日謝罪してましたけど、あっちこっちでパワハラしてませんか？取材してます？で、あれだけ斉藤知事はパワハラって言って音声何一つ出てこない、百条委員会で調べても一回机ドーンと叩いて付箋一枚投げたんですよね。谷口さんは机二回叩いてますよ。しかもメディアに対してのパワハラですからね。報道せやこらーって言ったでしょ。二回やったら映像あるんですよね。なぜ取材に行かないんですか。5月に谷口さんの対抗馬取り下げてますよね。パワハラ疑わないんですかね。5月に行われた、今年5月に行われた愛用市長選挙、2人の候補者が立候補しました。1人は谷口市長、もう1人は小西さんというね候補者、100万円払って選挙届けて出した、ポスター貼ったね、選挙演説もした、で谷口さんの7000多選が問題がある、
ね、声高らかに演説をした。ところが5時ちょっと前にやっぱりやめとく、取り下げたんですよ。なんかあったでしょ、パワハラあったとは言いないけど、パワハラ疑わなきゃいけないんじゃないの、メディアは。辞めた小西さんこう言ってるんですよ、100万円出してくれる人がいたから取り下げたって。本当に100万円誰が出したの、市長疑わなきゃいけないんじゃないの。それがメディアの仕事なんでしょ。もう一回言いますよ、6期連続24年選挙してない市長が初めて久しぶりに選挙、こう相手方一人、その人が辞めた理由、私の支援者から100万円もらった、そして静岡県の藤枝市で選挙に出ることにしたから。この人元県議会議員ですからね、兵庫県の、兵庫県の県議会議員の人が兵庫県の選挙に出るために静岡県の選挙を辞めたは分かりますよ。兵庫県の元県議の人が今回の、ちなみに兵庫県議会議員選挙の補欠選挙の尼崎市議会、尼崎市でも出てるんですよ。この人今も選挙出てますから、やばくないですか。兵庫県の元県議会議員で今回の兵庫県議会選挙の補欠選挙の尼崎市の部で出てるんですよ。で、今週日曜日、この17日の選挙で落選して19日の広川町の町長選に出てるんですよ。今だからこの人は選挙に出てるから報道しちゃいけない人ですね、選挙運動になっちゃうから。でその人が今年の5月に机をと2回も叩いた人を相手に選挙途中で辞めたんですよ。なんで取材しないの？っていうこともこれがまさに取材しないメディアに対する不信感でしょ。だからはっきりと言うと、メディア、大手メディアは嘘はつきません。それ嘘をついたら裁判されたら勝てないからです。だから立花は立候補してませんとは言わないですね。でも立花は生放送には呼びません、立花は放送には参加させません。これがオールドメディアのやり方、これを多くの国民が知ってしまったんですよ。でまだやってるんですよ。谷口さんに取材行きましょうよ、今年5月何があったんですか、小西さんに取材に行きましょうよ、何があったんですか、知る権利があるでしょ。そういうことを言ってくれる立花に対して多くの有権者が、あの人は本当のこと言ってるよね、これがまさに、これこそ怖いじゃないですか。ある特定の 市長に対してお前なんか悪いことやってんちゃうかって実名で言ってるわけでしょ。これ家族や僕に危険がないんですか。僕今税金でお金もらってないですよ。だからさっき言ったように県議会議員に対して頭にくるんですよ、お前ら税金で何年金もらってんねんと。たかだか言論で責められたがゆえに家族が怖がってるから、これ以上家族のために僕は議員を辞める、順番違うやん。県民のために仕事するんでしょ、県民の中に家族がいて自分もいるんでしょ。家族のために仕事をするんだったら民間の仕事しとけよっちゅう話なんですよ。それをまたメディアが家族が責められてる、かわいそうって、その観点がおかしいんですよ。何の質問やったかな、何の質問に答えたんだから終わり、うん、はい、どうぞ、はい。